特集です。皆さん、メタバースという言葉、最近よく耳にするようになったのではないでしょうか。はい、まあ、インターネットの世界に構築された仮想の3次元空間に、こう自分自身の分身であるアバターを出現させて会話や交流などを行えるというサービスですよね。はい、ゲーム分野に多く使われているんですが、岡山大学が開発した仮想空間は、これまでに例のない孤独に悩むがん患者用の空間、日本でも初めての取り組みです。色鮮やかな植物が生い茂る空間、外に出ると真夏の日差しが照りつける砂浜に海、インターネット世界に作られた仮想空間、メタバースです。なんかそのまま手をガバッと口に持っていけば、多分イカも口に持っていかれるけど、仮想の3次元空間に自分自身の分身であるアバターを出現させ、会話や交流などを行えるメタバース、主にゲーム分野での普及が進んでいます。ただ岡山大学の長谷城准教授が考案したメタバースは、医療分野での活用を目指す仮想空間です。長期入院してるっていう子たちを対象にしていて、で、だいたい1年近くずっと入院している状況下に、もう病院の外以外ほとんど出ることがないので、病院をこう忘れれるような空間っていうものをコンセプトにデザインはしています。今年6月に開発したのは、長期の入院を余儀なくされる希少がん患者が闘病を乗り越え社会復帰を果たしたがんサバイバー向けのメタバース。全国各地の病院にいる患者同士をつなげようという日本初の試みです。コロナになって家族の人の面会とかが自由でなくなったりとかっていうのも、さらにその上にかぶさってくると、やっぱりこう自分の思いとかを打ち明けたり、お話直接したりっていう機会がかなり減ってしまったので、まあ、そういうところで他の病院にいる子たち同士をつなげてお話しするっていう機会を設けると、そういう心理的なところのケアがもっとできるんじゃないかというので、小さな子どもや思春期の若者、30代の人たちの間で多く発症する希少がん、およそ200種類の悪性腫瘍が分類され、個々の希少がんはいずれも全体の 1% に満たない稀な腫瘍ですが、国立がん研究センターによりますと、すべての希少がんを合わせると日本ではがん患者の 15% 程度、年間およそ10万人が診断されるという病気なのです。一方、同じ世代、同じ症例の患者が病院にいることはほとんどなく、一人で悩みなどを抱え込んでしまうことが多いといいます。岡山市で暮らす田辺亮さんもその一人でした。最初は足が痛くて、なんか成長痛かなと思ったんですけど、なんか本当にある日耐えられて病院を受診したところ、悪性骨肉腫っていうことが分かりました。中学3年生だった2016年11月、思春期の10代に発症することが多い希少がんの一つ、悪性骨肉腫と診断。吐き気や倦怠感、頭髪が抜けるなど抗がん剤治療の副作用と戦い続け、およそ1年半後の2017年3月に社会復帰しました。ただ希少がんを患う同年代の患者は身近におらず、闘病中は孤独を強く感じていたといいます。一人になった時とかに、やっぱりこの先どうなるんだろうっていう不安はありました。同年代の人が少なかったので、やっぱり当時思春期だったんですけど、同じぐらいの年齢の人にしか言えないようなことっていうのは、多分誰にも相談できなかったんじゃないかなと思います。この日、岡山大学に田辺さんがやってきました。患者の治療に対する不安や恐怖心を少しでも和らげたい、それが医師として田辺さんの治療にも携わり、多くの希少がん患者と接した長谷准教授がメタバースを開発したきっかけでした。すごいいい意味で親しみやすかったので、
何でも言える先生だな。こういうメタバースとかを使って交流会をするみたいなのは初めて聞きましたね。医者ってこういうこんなんもやるんだっていうのがびっくりしましたね。今では東京や大阪、青森、石川など全国9施設に試験導入されているメタバース。闘病を経験した田辺さんは、オンライン上で患者同士が対面でコミュニケーションを取るより仮想空間内で話をする方がメリットが大きいのではと言います。どうですか、実際にあの先ほど、まあ、入ってみて。画期的だなと思いました。やっぱり治療中だったりっていうのは髪の毛が抜けたり、あと顔がむくんだりとか、あいろいろ、まあ、あのずっとあの僕はパジャマであのベッドの上で生活してたので、アバターを使うことによってあの自分の外見とかを気にすることなく他の人とコミュニケーションが取れるのですごいいいなと思いました。気軽に参加できるのがすごくいいなと思いました。世代ですね、今の子たちゲームの中で会ってコミュニケーションしたりっていう文化がかなり日常的にどこでも見れるようなあの状態に世の中がなったっていうことを加味すると、こういうメタバースで他の子と話すっていうことのハードルが僕ら大人が考える以上に多分子どもたちは低い。病院とか施設ですね、そういうのを広げていってっていうことを期待しています。将来的に全国的に広がっていったらいいなと思っています。長期の入院を余儀なくされる闘病生活に新たな技術でひとときの潤いと心の交流をというこの取り組み、今後はメタバースを全国の患者やがんを経験した人の集う拠点にしていきたいということです。メタバースのメリットとしては匿名性が担保されているということで、例えばこのメタバースの中に入ってきた方の、まあ名前であったりとかも明かさなくても相談ができたりとか、まあ、抗がん剤治療の影響とか、まあ、センシティブな部分もしっかりと相談、悩みを相談できるというのがメリットだと長谷井准教授も話してました。がんは、ね、治る病気になりましたけども、やっぱりがん患者の方もよく言うのはその横のつながりがすごく励みになるというので本当に素晴らしい取り組みですね。今後も広がっていってほしいなと思います。